2014年ウーソーズはアメリカ合衆国のプロレス団体 WWE に登場するジミー・ウーソと J ・ウーソの双子の兄弟によるユニットである。二人の父は力士のリングネームで活躍したソロファファト一時期はジミー・スヌーカの娘のタミーナも加入していた。2009年に WWE とディベロップメント契約。 後にタミーナもメンバーに加わり FCW のタック戦線で活動。2010年3月には FCW フロリダタックチーム王座を獲得している。2010年5月24日の RAW で当時タック王者だったハートダイナスティを吸収、リング上にダウンさせた3人へ同時にスーパーフライスプラッシュを放つという鮮烈なデビューを果たす。以後ヒールのポジションで ハートダイナスティと構想。ノンタイトル戦やターモイル形式では、勝利を収めるも、タイトルダッシュの機会は逃している。その後、ハートダイナスティが解散したため構想相手を失った、ことや、タミーナが、ベビーフェイスに転校資産ーのマレラ&、ウラジミール・コズロフと共闘するなどの事情もあり、メインストーリーから外れ、WWE スーパースターズの、 放送枠でのジョバーとしての活動が続いた。2011年4月末のドラフトで兄弟揃って、スマックダウンへ移籍。一席個数試合はヒールとして活動するが、ジャスティン・ガブリエルヒース・スレーターとの対戦を機にベビーフェイスに転向、入場にシバタウを取り入れるなど、民族ギミックのタッグチームとしての独自性を打ち出した。2011年中盤からは NXT にも、 登場し、2012年は、タイタス・オニールダレン・ヤングと構想を展開。RAW999 回放送では父、力士と共演を果たしている。WWE タッグ王者時代2014年3月3日、RAW にて、ニューエージ・アウト・ローズを下し、初めて WWE タッグチーム王座を体感。ジョン・シナと組むなどして、ワイアット・ファミリーと構想しつつ、 タッグ王座を守り続ける。9月のナイトオブチャンピオンズで、スターダストゴールダストに敗れ王座を失ったが、その後12月29日の RAW で王座をザミズダミアン・ミズドーから奪い返した。しかしさらにその後、2015年2月22日の PPV ファストレーンで、ブラスリングクラブに敗れ王座を失うこととなる。2019年2月17日、 イルミネーションチャンバー2019で WWE スマックダウンタッグ王者チームのザミズシェイン・マクマホンに挑戦。ジミーとミズのホールの取り合いになり自らスカルクラッシングフィナーレを食らうも切り返してホールを奪い勝利。王座を体感した。双子ということもあり外見が非常に似ている。さらにリングコスチュームも同一のためリング上で見分けるのはさらに困難である。 実際試合で見分けがつかなくなり試合の権利のない方が誤ってフォールされるということも起きている。そのため、WWE 公式サイトでのウェイドバレットのインタビューで J に対してお前って嘘図のどっちだ見分けられなくて困るやつっているの。という質問が投げかけられるなど公式でも認知されている模様。なお簡単な見分け方としては、 タトゥーの違いと左右対称のペイントであるが、ヒールターンしてからはペイントをしていないので、現時点ではタトゥーで見分けるしかない。他に、ジミーの方は体型がやや太めであったり、眉毛の形に違いがあるが、これらは一見してはわからない。2011年のスーパースターズ等で、ジミーがパワー系、J がスピード系と評されていた。ロマンレインズは糸工事の関係だが、 全くの同い年。三人は同時期にアメフトを始めよく一緒に練習しており、高校時代には三人とも同じラインバッカーのポジションで三つどもえと呼ばれていた。ありがとうございます。